アトレウス。一緒に？ああ、そうだ。やった！行けた！僕たちはここから出るんだ。ここへ来い、父よ！全ての決着をつける！ああ、息子よ。時は来た。ダメだ。またあの声だ。知ってる声なの？さあ、わからんな。神殿までどれくらいだ？ほんと、凍えそうだ。炎が消えずにこの速さで進めればあっという間に着くじゃろうて。
えないの？魔法を信じるか？僕は武器かな。来た息子よ、貴様が災いをもたらした。考えじゃと？親子揃ってどうかしとる。
この世界から出るんだ。早く。道が残ってればいいけど。これは何だろう。オーディンの書庫じゃ。あちこちに奴の悪趣味が残っておる。考えがあってのことじゃろうな。見せてくれんか。はあ、はあ、こんなこともあるとはの。何？どういうこと？わしにもわからん。予想外じゃろ。おい、ほれ、これはどう見てもテュールじゃ。旅をしとるな。魔法を使ってか。しかし神殿まで捧げるとは、巨人と何の関係があるのかの。その部分が一向に見えてこんのじゃ。隅にあるルーン文字は？ルーンではない。別の地に伝わるシンボルじゃ。意味は戦。そうじゃ。なんで？これはよく知っている。ああ。この目、お前と同じ宝石だ。我々が巨人から与えられた見通す力を表しとるんじゃ。よく見せてくれんか。あはー、これはこれは驚きじゃの。何これ？秘密の図面じゃ。テュール本人と巨人の信頼を得たもの。彼らしか封印を解くことはかなわん。それをオーディンが持ったらとはヨトンヘイムへ連れて行くと言ったじゃろ。どういうことだ。晩作尽きたと言っただろう。お前さん分からんか。オーディンのように望みを伏せてはいかんぞ。あやつが解けなかった秘密をわしらが見つけたんじゃ。これはテュールの隠し部屋に入るための鍵が描かれとる。そこに何があるか分からんが、行くしかなかろう。どうやって鍵を作る？ドワーフに頼むんじゃな。扉にあったシンボルだ。ルーンが組み合わさったもの。平和、調和、希望、他にもいくつか。テュールが考案し、自分で作ったんじゃ。おい、先ほどお前が見たもの。何も見てないけど。私と一緒にいたもの、老人だ。誰のこと？もう行こう。ああ、行くか。よし、ミズガルズに戻って鍵を作るとするか。ドワーフはどこじゃ？おい、クビよ。なぜバルトルがフレイヤの息子だと言わなかった？ああ、そうじゃった。息子だとは知っとったはずじゃが、いつも忘れてしまうんじゃ。バルトルとフレイヤのことを話そうとするといつも。ミーミー。なんじゃ？フレイヤめ。どうしたんじゃ？スミア、バルトルの弱点は何だ？バルトルにはいかなる剣も魔法も効かん。不死身なのじゃ。あれ？どうしたんだろう？話さぬよう術をかけられているな。まことか？いや、そうじゃ。おう、わしは一体いつから術をかけられておったのか。わしを蘇生させた時か、バルドルの弱点を見抜いた時か。ミーミル。なんじゃ？バルドルの弱点が分かったんでしょ？作れるか？
こりゃ武器か鎧か出なけりゃ名工たるこの俺の腕に見合う戦の道具か違うじゃあやめだそんな何の価値もねえ安物を作るにしても大事な道具をそんなめめしいもんに使いたがねえんだよじゃあ吹いていこうスラグでパターン溶接して層は薄めに交互に重ねる何言ってやがるじゃあ聞くがそのスラグの塊はどこにあるってんだ念のために言っとくが俺がムラムラしちまうくれえのだぜおいちょっと待てそりゃお前どこでこの手を汚したんですよボサッと突っ立ってねえでさっさとやるぜでも本当これは武器でも鎧でもないのにまあたまにはいいじゃねえかなんだ皆まで言わせないほらその軸力入れないでそりゃおめえのことだろうがまた火をよこせ了解その鉄また火に入れるの俺には及ばねえもうドラウグロの油で3回鍛えてなるほど画期的で衛生的やっぱり天才だいくつになっても伸びしろはあるね当たり前よできましたよ待ちな忘れてるぜついてやがる君悪いってんだよ仲直りしてよかったでも焼き印のルーンが変わっちゃったね壊れたもんは直しゃ新しくなるってことよやっぱりお似合いだねたくやめろや湿っぽくなっちまうだろうがよ新しい方がいいですよね先を急がねばまったく。おお、元気になったじゃないか。大丈夫だと言っただろう。この鍵が使える扉を見つけないと。神殿の近くだと思うけど。さすがのわしもさっぱりじゃな。あの木、異次元の間の下にいるんだ。でも、なんで床が天井に？扉は上にあるものの写しのようじゃ。あそこだ。黒のルーンの時と同じ魔法を使っている。手がかりは中にあるかもしれん。ああ、予定変異の扉の隣だ。興味深いの。じゃが届くのか。ここからは無理だ。中にもまた聖域があるとはあの織物巨人の絵みたいキュールは大掛かりなことをやったんだねうわ
誰だろう。おい、これがヨトゥンヘイムのルーンか。そうだよ。それにほら、扉は天井にある。逆さまの扉、どうするの。下がっている。うん、わかった。部屋全体が軸の上に作られとる。両側に鎖がある。これを外せば神殿をひっくり返せる。すごいね。これ何をするとな。よし、読んでみろ。始まりの前、終わりの後、その間はなく影も落とさん。アウサ。神殿を逆さまにする他に本当に進む方法はないんじゃないか。道があると言ったのはお前だ。神殿はひっくり返そう。よって神殿を裏返す火の打ち所のない理論じゃな。他の8つの世界につながる部屋を逆さまにすれば一体どうなるのか。わしも気にはなるが、ヨトゥンヘイムに行けるというのは飛躍しとらんか。やってみようよ。仕方ないの。お前さんもテュールと同じ奇才かもな。ここを見る。別のだ。名前はベルゲルミルだって。確か母上が巨人の王だと言ってた。いかにもそうじゃった。それだけで来い。ゼロ行く。また罠が出てきよった。罠が出てきよった。
考えたんじゃが、しばらくあの子にわしを預けるとはどうじゃ。おじけづいたのか。だめ。お前さん楽しそうじゃ。リオスタ。考えたんじゃが、しばらくあの子にわしを預けるのはどうじゃ。引き継いだ。ダメだ。お前さん楽しんでおるじゃろ。おじけづいたのか。ダメだ。お前さん楽しんでおるじゃろ。さあ、来たるべき時は来たぞ。これ、言語版のかけらだ。もっと集めてみようよ。干渉、せぬこと。わしらには関係なさそうじゃ。スライダー！
りはもう一本ある。ついてこい。行く。お、違う罠じゃ。豊富に取り揃えとるの。まったく罠が嫌いじゃ。だろうな。
られると思っとったぞ。だよね。別の言語版のかけらか。やったね。神の心を改めるの。そうじゃな。違うね。神って僕らのことだよ。扉のルーンが伝えていたこと、テュールの道さ。